さんこんばんは。台湾系 J-POP シンガーソングライターのひろみです。11月14日今日も始まりました。1ヶ月ぶりでございます、ひろみのまるっとガジュマルのお時間です。この番組は FM コザのユーストリームで音声をネットで配信もしておりますので、そちらも、まあ、たまには違う環境で楽しみたいという方はぜひそちらでも聞いてみてください。この番組は台湾生まれ台湾育ちのひろみが、皆さんに台湾のことを紹介したり、中国語を一緒に勉強したり、あとは音楽の話をしたり、リスナーさんからいただいたお悩みに相談したりと、いろいろなコーナーとして皆さんともうまるまるっと1時間楽しんでいただこうと思っている番組でございます。本日11月14日、まあ完全に語呂合わせなんですけども、いい石の日だそうですよ。いい石の日1114ね、いい石の日。こうなんか日にちを打って今日は何の日みたいに打つと何の日かって必ず出てくるんですよ。もう、ま、毎日365日毎日何かしらの日がありましてね、今日は何かなって調べたらいい石の日でした。このいい石の日を使って話題を広げようと思った私一曲挟んだらフリートークでこの話題を広げようと思いますよいい石ということで、子供の頃よく皆さん石集めたと思いますよ。集めたことない？マジで？あんまり川辺とか、今目の前にディレクターのドボンさんがいるので問いかけたんですけど、集めたことないみたいで、川辺とか海とか行った時に綺麗な石とか集めなかった？男女の差なのかな、それとも人の差かな。私はよく集めましたね、石。いろんな形のとか綺麗なやつとか、まあ、海行くと貝殻と一緒に集めたりしました。はい、そんなわけで、一曲挟んでフリートークでは、まあ、物を集めるということについてお話ししたいと思います。11月入ったので、ね、秋ということで、この曲をお聴きください。ひろみの曲で逆さもみじ。
く溶けてゆく空、どんなに手を伸ばしても届かない、波に揺られて離れてはよって、赤い糸ちぎれそう、歌方のように儚い。J-POP シンガーソングライターひろみ、サードアルバムラムネの向こう側好評発売中。ひろみ台湾で検索。はい、ひろみのまるっとガジュマル、ひろみがお届けしております。今日は11月10日いい石の日ということで、先ほどね、あの子供の頃はよく私石を集めてましたって話をしたんですけども、集めるということについてお話ししたいと思います。結構みんな何かしらのものを集めている方が多いんじゃないかなと思うんだけど、どうかな。結構あるよね、多分何でもいいのよ。私はね、あのポストカードめちゃくちゃ集めてしまいます。あの写真ではなくイラストの方なんですけど、もともとあの私は漫画とかが好きだったので、そういう漫画系のイラストのポストカードをすごく集めちゃいます。あのハンドメイド、あのハンドメイドのあの大きいのが年に数回どこかの東京であるんですけども、それにも行くといろんなハンドメイド作品が売ってるんですね。でポストカードも売っていて、ついついやっぱ一番買ってしまうのが私ポストカードなんですよ。まあ安いからっていうのもあるんだけど、1枚150からまあ200円ぐらいで、で好きなあの作家さんや画家さん、あとはパッと見て、あこれ部屋に飾ったら綺麗だなって思うのをついつい集めちゃって、で集めた買ったやつをどうしてるかっていうと、私あの家の壁に全部貼ってるんですね、ポストカード。私あの白い壁なんだけど、もうほとんどがそのポストカードで埋まってます。なかなか初めて友達が入るときはすごいね壁って言われるんですけれども、そんなポストカードと、あとは私集めてるのはまあいい加減やめた方がいいかなとは思うんですけど、ぬいぐるみですね。もうこれはね、ポストカードと同じように台湾にいたとき、だから学生のときですね、学生のときからもうずっとやめられない、もう基本的に可愛いものが好きなので、でぬいぐるみはあの可愛いと思ったら集めちゃうね。今はもうないんだけど、前はあの台湾に住んでる時は、例えば1年に1回夏休みに、日本に来て、父の実家であるねおじいちゃんおばあちゃんがいる金沢に行くと、トイザラスに連れててくれるのね。でもうそのトイザラスがすごく好きで、日本ので、いっぱいぬいぐるみ売ってるじゃない。もうすごい、お兄ちゃんめっちゃあの孫に優しかったからめっちゃ買ってくれて、もうだから帰りのトランクとかリュックはもうぬいぐるみだらけでした、私ちっちゃい時で。さすがに日本にね越してくる時にぬいぐるみ全部ね台湾の実家から持ってくるわけにもいかないから、まあお気に入りすごい好きなのだけ持ってきて、まあ、3体というの、3匹あんで、大体動物なんですねぬいぐるみで、3匹持ってきたんだけど、この話をするのに今の部屋にはどのくらいあんのかなって数えてみたら、20匹ぐらいいました、ぬいぐるみがあのちっちゃいのから大きいのまで、あ随分と増えたなということでね、増えちゃいました。で私あのぬいぐるみっていうか可愛い小物はピンク系が好きなんだけど、で猫がね好きなんですよ。で一番いいのはピンクの猫があればもうドンピシャヒットなんだけど、やっぱ日本でやっぱピンクっていうとウサギがねやっぱどうしても多いのよ。そうじゃない？あんまりピンクの猫って見ないでしょ。そうウサギが多いから、もう必然的にウサギのぬいぐるみが多いんですね。でその次に、猫が多いんですけれども、あとはまあティディベアがあったりしてね、あのベッドやら机の上やらあの壁にかけてたりするんですけどもね、これはちょっともうやめてもいい年かなとは思うんだけど、ついつい可愛いと見ちゃう。この間もだからあの台湾帰った時に
トランクに3匹ぬいぐるみをね入れて帰ってきて、写真撮ってネットに上げたら、自分で見ながらもこれすごいな、だいぶトランクのスペースを邪魔してるな、ぬいぐるみは大きいじゃない、だからもう場所取るからさ。そう、あとはやっぱあの猫が好きっていうのを私公表してるので、あのファンの方が何かくれるときに結構なの猫の小物が多い、あの多いんですね、物、あの置物だったりポーチだったりなんかいろいろ、それすごく嬉しいので、全部ね飾っているんですけども、ありがたいです。だから自然に増えているのは猫の小物で、自分で集めてるのがポストカードとかぬいぐるみで、この物を集める収集癖はな、もうみんな結構あるもので、だからあなたに本当に必要でないものであってもついつい買ってしまうというものなんですね。もうだってポストカードもぬいぐるみも別になくていいわけなんですよ。そうで、これねなんかちょっと調べてみたら、過去に人間はあの狩りをするね、獣を飼ったり、狩りをしていた時代からの本能っていう説があるみたいなんですね。狩りをして生活していた時代はより、あの多いものを買った方が長く生きられるっていうことで大変重要とされていたんだね、その飼って集めるということ。そこで飼って集めて自分 の元に置いとくということで安心感が生まれて心が満足します。まあ、確かにそうですね。でこのような背景が現代にも受け継がれているんではないかというのが一説なんです。だから昔は狩りをしていたのは男性なので、この収集説っていうのは女性よりも男性の方が多いって言われてるそうなんですね。ディレクター・ドボンさんはありますか、なんか収集癖、物集め、楽器、まあ、そうね、それは結構あの仕事癖と言いますか、 CD これは集めてるっていうか、いただいて気づいた手元に、だって関係者からみんな送られてくるじゃん、これ別に集めてるわけじゃないでしょ。そうね、あの楽器を弾く人は楽器がね、ギタリストはもうどんどんギターが増えてしまったり、鍵盤の人はピアノはまあ1台でいいけども、ピアニカだったり、ハーモニカ、あんまり変わっちゃうか、ピアニカだったりなんかトイピだったりなんかいろいろね、そういうのがあるんですけど、ボーカルの人はまあマイク増やすわけにもいかないで、そういうことはないんですけどもね。だから手に入ったという安心感で精神的な不安を取り除きたい、他の人よりも優れたものを持っていたい、気になるものを全部手元に置いていきたい、などなどっていう、理由からね、この収集癖っていうのはあるみたいなんですけれども、皆さんは何か物を集めていたりしてますでしょうかね。もしあったら教えてください。ひろみは猫の小物が大歓迎です。ぬいぐるみもやめた方がいいとは思うんですけども、大歓迎です。はい、そんなわけで本日はフリートークね、まあ、いい石の日からつながって物集めとは語ってみました。猫が大好きということで、この曲をお聴きください。ネコロビ、ネコロビ、
みがお届けしております。ひろみのまるっと感じまる大好評台湾であやーのコーナーです。このコーナーは、18年間台湾で生まれ育ったひろみが台湾に関する役に立ちそうで立たなかったりする情報を皆さんにご紹介するコーナーです。今日はねお役立ち情報ですよ。今日紹介しますのは台湾の居酒屋でございます。日本は日本人は居酒屋が大好きですね。安いしいろいろ種類があるし種類が多いというのがもう魅力の一つですね。もうだって刺身から焼き魚そしてお肉まであって鍋物もあって野菜もあってオムライスもあったりうどんもあったりそばもあったりともうすごいよね。私はあんまりあの居酒屋は行かないんですけどたまにこう行くとうわすごい今こんなに種類あるのって驚くんですけどお酒もねすごく種類があるそんな居酒屋が台湾にもあります。日本の例えば有名なシロッキ屋さんとかは台湾にもあるんですけどもに台湾にある日本の居酒屋さんは台湾ではちょっと高級な日本食屋さんとして売られていますので日本と同じ感じで行くとあれ高いぞってなります。なので台湾の居酒屋です。これはルーチャオって言います。ルーチャオ、お湯が熱いの熱いに野菜を炒めるの炒める熱い炒めると書いてルーチャオ。これを台湾の居酒屋のことをルーチャオって言うんですけどもルーチャオ屋さんはですね海鮮類などを素早く早く美味しく料理を提供してくれるお店のことなんですね。で店頭に魚とか貝などの海鮮が並べられてることが多くてで食べたい海鮮とかをこうこれこれくださいってこんな風に調理してくださいって決めて注文することができるんですよ。まあ、もちろんその他にも店内にテーブルの上にメニュー表があってそれにチェックをしてお店の人に渡して作ってもらうっていうのもあっていろいろな種類があるんですけども、まあ、大体海鮮が中心だったりしますね。でもものすごい、メニューの数があります。日本の居酒屋さんにも負けておりませんぐらいあります。で台湾ではもともと外でお酒を飲んだりする方が、まあ、ものすごく少ないんですね。私の周りにはもうほとんどいません。友達関係で日本では居酒屋っていうと本当にお酒をこう飲み交わす場所として知られてると思うんですけども台湾でもそういうだからお酒が売っているってお店が本当に少ないんです。でもこのルーツァーのいいところはお店にちゃんとビールが売ってるんですよ。台湾ビールがそれがまた魅力の一つで、でこのルーツァー屋さんやっぱり安いそして早い美味しいということでもう本当に人気店はもういつ行ってもめちゃくちゃ混んでるんですね。で私このルーツァー屋さん台湾にいる時は行ったことなかったんですよ。で夏今年の夏に初めて、台北でライブをねしに行った時に打ち上げでルーツァオ屋さん行こうって言って10人くらいで行ったのね。出演者さんたちとスタッフさんとそれで初めて食べたんだけどわ面白いなと思って本当に安くてで本当にメニューが多くてこれはいろいろ食べれるな。であと面白かったのがね飲み物はこれはお約束で飲み物ビールとかは冷蔵庫に入ってるので自分で取るんですね。取って開けて飲む。でルーツァー屋さんで面白いなと思ったのが白ご飯白米がセルフで食べ放題なの。面白いよね。もちろんチャーハンっていうのも売ってるんだけどおかず系がたくさんあるからそれを頼ん で白米は無料で食べ放題なのよ。これはいいサービスだなと思っていいよね。だからその調味料も白米の隣に置いてあって炊飯器のね隣それもだから自分で自由に作って、食べ放題っていうのがルーツァオのこれいいとこなんだから若い方がいっぱい多いね食べ頃とかでさ。そうで私行った時は完全に西洋の方たちの団体もいてねあすごいよく知ってるなみたいにやっぱ賑わってたのか情報を得て入ったのか分かんないけどこうメニューを一生懸命見ながらこれはどんなのってこう英語で店員さんに聞きながら店員さんも説明ちょっと難しそうにしてたけどね頼んでたんですけどもねいいなって思いました。
そうで、あの台湾では珍しいお酒もちゃんと置いてあるところだから、あの飲む人たちはこういうレーツァー屋さん、居酒屋にね行って、みんなでこう飲んで食べてはしゃぐというのがこの台湾居酒屋レーツァーの、見どころですね。そう、私 2カ所行ったのよ。だどのお店もメニューがもう本当に30、40ぐらいある。ぎっしり中国語でメニューがね書いてあって、でちゃんと麺類コーナーとか野菜コーナーで海鮮のなんちゅらコーナーっていうのがあったんですけども、ただまあずっと食べてる、いろいろ小皿で出てくるから食べやすいんですよ。で安いしね。でいろいろ出てきて、後半あたりにはちょっとね、私的にマイナス点が1個、炒め物系はね結構全ほとんどが同じ味付けまあこれもしょうがないねほとんどが同じ味付けで、初めはあら美味しいって食べてたんだけど、もう後半になるとまだ同じ、具は違うんだよ、でも同じ味付けだからもういらないってなっちゃってそうなのよ。だからねちょっとね、もしね行くよっていう人はちょっと考えながら頼むのがコツです。炒め物ばっかりを頼んでしまうと本当に、まあ、もちろんお店にもよるかもしれないんだけど、どれもあの茶色い系で必ずね、あのニラだったかな、ネギかな、必ずねネギがね添えてあってね、同じ感じでしたこれだけはね皆さんぜひ気をつけてね。熱い炒めるでルーチャオ、これすごくおすすめです。本当に安くてたくさん、でも地元ならではのものがね食べれますので、台湾に行った際にはもちろん、小籠包とか、ちょっと高級な中華料理屋さんっていうのもいいんだけど、地元の賑やか感とかこう雰囲気、食べ物、お酒を飲みたい、ね、日本人はビール好きだと思うのでビールも一緒に飲みたいという方はこの台湾の居酒屋ルーツァオ本当におすすめなので、ぜひぜひ行ってみてください。たくさん飲んで食べて、締めにはやっぱりこれでさっと胃を気持ちよくしましょうということで、次の曲です。一杯のお茶と書いて一杯茶。一、二、一、二、三。来来来一杯茶，再来一杯茶。来来来一杯茶，再来一杯茶。ざわめきよよ五線譜に乗せて。
ろみのワールドワイドニュース。世界は今日も動いてる。はい、ジングル作りが楽しくてすごいですね。何回聞いてもなんか命をかけてるぐらいの出来上がりですね。ね、まるっとガジュマルをお聞きの皆さんもこうもう何回かこのさっきのね、あのまるっとガジュマルのジングル聞いていただいてるかなと思うんですけども、ちょっと久々に聞くとなんかいいですね、やっぱり。ジガシさんですけど、はい、ワールドワイドニュースのコーナーです。このコーナーは世界中で起きているさまざまなニュースを皆さんとシェアするコーナーです。今日は面白いです。抜群の記憶力を駆使し4年間で850人以上の犯罪者を発見した警察官がイギリスにいるという、すごいですね。だから犯罪者の顔をこう覚えて850人を4年間で捕まえたということで、その記憶力がびっくりするということでね、イギリスのね、まあ、アンディさんという方が、38歳の方が驚異の記憶能力を持つ警察官として知られています。彼は過去4年間で850人以上の犯罪者の顔を認識しており、その能力を生かして捜査に協力してきた。2008年に、まあ働きね、警察官で働き始めた頃から彼が続けている日課がありまして、毎日30分早く出勤をしてパソコンにログインすると、その日の内部情報として共有されている犯罪者の写真をすべて確認するそうです。で、年が経つごとに記憶できる犯罪者の数がだんだん増えていって、でかつ細かな部分まで記憶する能力がこうアップしていたということですね。日々この毎30分早く出勤してこう犯罪者の写真を見るというのを繰り返していくうちに、だんだんだから数もあと細かな部分まで覚えられるようになったという、すごいですね。で、通常であれば何時間もかけて写真を分析するものなんですけれども、彼は写真を一目見ただけで顔に生えた毛の感じから過去に見たことがある人物だと思い出せるそうです。すごいですね、顔に生えた毛の感じからですよ。で、また1年前に写真で見た犯罪者とか、テレビでのね、粗い映像で見た顔の小さなほくろが特徴の犯罪者まで認識できるというそうです。これはもうすごい、まあ、特技をもう超えてますね。能力ですね、すごいです。で、2011年にはすでに約250人の犯罪者を発見したことで話題になったアンディさんで、4年間で850人以上の犯罪者を発見したと言われていますが、これは平均で2日勤務するたびに1人を発見しているペースになるんですね。すごいよ、だから2日に一遍は犯罪者を発見して捕まえてるってことですよ。これ相当すごい。で、彼は自分の記憶能力については写真には大抵何回か見れば記憶に残る特徴がある、自分が写真を見た時に何を認識しているかというのは正確に説明できないが、実際の人物を見た時に写真で見た記憶が呼び起こされると説明しています。しかしアンディさん、上司から君は他の人よりもはるかに多く犯罪者を発見しているって言われるまで普通のことだと思っていたそうなんですね、自分の能力が。で、自分には写真に対する記憶能力があるのかはわからない、日付を記憶するのは大の苦手だし、妻が誕生日や記念日などを管理しているからと、この能力には無自覚のようなんです。そんな脅威の写真記憶能力を持つアンディさんはもはや警察の秘密兵器のような存在になりつつある。犯罪者の顔と名前がどうしても一致しない刑事が最終的にアンディさんにね、助けを求めて聞きに来るほどだそうです。今後もアンディさんの犯罪者の発見のために活躍をし続けてくれるだろうというニュースです。いや、もうあっぱれの一言ですね。記憶力、私も悪い方なんですよ。もう物を覚えるのがすごく苦手でね。うるさいよ、ディレクターのトモさん、目の前で悪い悪いって言ってるけど、すごい苦手でね。昔からピアノを習った時にアンプという作業がすごい苦手だったんですけども、もう人の顔とか名前もね苦手で、で、できるだけ関わった人、仕事関係者、そしてライブに来てくれてたるファンの方はね、できるだけ一回でこう顔と名前をこう一致したいとは思って努力してるんですけどね、いまだにやっぱり2から3回ぐらい会わないとちょっと
もう一回聞いていいですかってなっちゃって大変な心苦しいんですけれどもね。すごいですね。だから彼のこのすごいところは、日課として続けてた人よりも早く出勤して毎日その写真を全て見て確認していたっていう、多分この作業がもともと得意だった記憶能力をさらにアップさせたってことじゃない？数もあと細かい部分までね。これはみんなもだから、まあもちろん私も毎日ちょっと時間を取って、まあ例えば歌詞を覚えるなら毎日歌詞をこう 見る読むとかやると徐々に良くなりそうね。あとお客様の、まあ、写真を撮ることはできないので、ちょっと自分の覚えてる限りこう思い出して、何々さん何々さんみたいなね。あとは昨日共演した方は、何々さん何々さんみたいに、まあ、だから思い出すというあの行動は記憶能力アップにつながるそうなのでね、思い出す、そうだから、夢を見るじゃない、起きると忘れることが多いじゃない、でもそれを思い出すという作業は結構いいらしいですよ、記憶能力アップに。この夢、うん、そう忘れちゃうんだけど結構頑張れば思い出せるのでね、こういうことをして私もこのアンディさんを見習ってね、記憶能力をアップしたいなと思います。でもアンディさんね、数字記憶あの日付はとか記念日とかね苦手だっていうからね、ちゃんと神様は公平に能力を与えたんだなって思いました。そんな本日のワールドワイドニュースでした。すごいね、私も欲しいよそんな記憶能力。さて、次の曲でございます。先日あのライブでひろみのファーストフルアルバムフルーツバスケットが、おかげさまで全て在庫分完売となりました。ありがとうございます。まあ、こっそり言うと台湾の実家にあとちょっとだけあるんですけれども、日本の分は全部完売ということで、これ今後は再販の予定が今のところありません。今後はあの iTunes ストアなどネットでの音源のみの配信となりますので、ぜひね欲しいなという方は、まあ Amazon じゃなくて iTunes ストアなどね、ワンクリックでしていただけたらなと思います。マルトガジュマルでは今後もフルーツバスケットからたくさん放送したいと思いますのでね、今日はこの曲です。影写し。「
子につられてみたのは、あの頃と同じコンペキ色、キラキラしてた子。シンガーソングライターひろみ、サードアルバムラムネの向こう側好評発売中。ひろみ台湾で検索。ひろみのお悩み相談室。はい、ひろみのまるっとが始まる、ひろみがお届けしておりますお悩み相談室のコーナーです。このコーナーではリスナーの皆様からいただいたお悩みに、ひろみとそしてお悩みには様々な意見があった方がいいということで、人生の先輩でもありますディレクタープロデューサーでもありますドボンさんをお招きして一緒にお答えいたします。トモンさん、本日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。人生の先輩を担当しておりますドボンです。担当なの？はい、担当です。あら、今日のお悩みはさっきのワールドワイドニュースといいつながりですね。ほう、はい、そうですか。物忘れがだんだんひどくなる、どうしたらいいですか、はい、ラジオネームドボンさんじゃないですかこれ。ラジオネームドボンって書いてありますよ。バレた。ドボンさんのお悩みですか？私のお悩みです。ありがとうございます。はい、物忘れがだんだんひどいんですか？年を取るごとにですねだんだん、物忘れがだんだんひどくなってきまして、はい、ひどいっつってもそんな老人扱いしないでほしいんですけど、ね、誰もしてないよ。例えば人の名前とか、うん、あと昔よく覚えたアーティストの名前ですよね。お、うん、人の名前ですよね、外国人の方がね、うんうん、とか、あと聞いた話もなんとなくこうやっぱ忘れる傾向が多少あったりして、ね、そうね、私の話をしょっちゅう忘れるね。はい、なことはないです仕事ではきちんとしてるんですけど、はいはい、ちょっと緩くなるといろいろ忘れてるぞ、うん、なるほど、はい、どうしたらいいんでしょう。どうしたらいいんでしょうって、これドボンさんも一緒に考えてお答えしますよ。ドボンさんの悩みですけれども、人生の先輩からの悩みなのでよろしくお願いします物忘れがだんだんひどくなる、はい、ということでね、さっきのほらワールドワイドニュースでアンディさんの例があったじゃない、はい、アンディさんは、はい、要は日課として毎日、その警察官なので、犯罪者の写真を毎日こう見るということで、もともと得意だった記憶能力をこれを毎日することで、まあ、数を増やしで記憶できる範囲を増やすことに成功してるわけですよ、はい、これはだから一つの方法ですね。そうですけども、復習するっていうことですよね。そうそうそう、だから関わったアーティストさんを、例えば、今日現場で出会った関係者アーティストさんを、はい、次の日もう一度思い出してみるて。それはね、全然大丈夫なんです。それは大丈夫じゃない？違うんですよ、今まで関わった、昔関わったアーティストの人とか、昔聞いた CD のアーティスト、ほらあれだ、あれほら誰だっけ、そういうことなんです。
それはだからもう一回なんとか思い出してもう一回聞いた時に思い出すっていうのをやらないと覚えられないんじゃないですか。昔のことだから毎日やるわけにもいかないですね。まあね、そこなんですね、見どころは。そんなの私もしょっちゅうありますよありますか。ありますね、ひろみ先生も結構ありますね、あれあれって、はい、どうする、どうす、じゃあどうしたらいいんですか。お悩み相談室ですよね、はい、ここちょっと調べてみましたらですね、はい、脳にはこれなんかトモさんも以前なんか言ってた記憶があるんですけども、はい、記憶というのには短期記憶と長期記憶があるそうです、はい、そうです ね知ってるね、はい、長期記憶っていうのは長い期間にわたって、保持される記憶のことで、まあ、自分の家の住所とか、すごい仲良しの人の電話番号とかそういうね、はい、ものを長期にわたって要は一時的に覚えた情報はすぐに忘れてしまうんだけども、長期のように覚えた情報を思い出すなどの作業を繰り返すよね、はい、あの自分の住所とかよく使う電話番号とか、はい、そういう繰り返すことで長期記憶に変わっていつまでも思い出すことができる、うん、で一方短期記憶っていうのは一時的に覚えてる記憶のこと、はい、例えばテレビで見た電話番号に電話をかける時、一時的に番号を覚えて電話をかけますが、この時使われているのが短期記憶。これはワーキングメモリと言われて近年盛んに研究が行われているそうです、うんうん、つまりワーキングメモリ、ワーキングメモリっていうのはメモ帳のことで、うんうん、例えば買い物の時に商品の金額を足し算してお釣りがいくらなのかを計算する。この時一時的にでも数字を覚えておかなければならないと計算はできませんが、ここでメモ帳代わりに使われるのがこのワーキングメモリだそうですよ。はい、でまあ、メモ代わりの、うん、そうそうそう、なんか終わったら忘れちゃうみたいな、はい、このワーキングメモリを鍛えることによって能力アップ、物忘れを防ぐことができるみたいですよ。鍛える、うんうん、どうやって鍛えるんですか。なんかね、はい、まあまあいろんなやり方があると思うし、いろんな説が世には溢れてると思うんだけど、はい、これはそうかもしれないって私が思ったのは、積極的に料理をする、料理をする、うん、なんかね、もっとさん知ってると思うんだけど、料理をするときに効率的に進めるために手順を考えながら作業をしますが、この時、うん、ワーキングメモリが使われているそうなんですね、うん、包丁を使っているとき、レシピを見ながら料理をするとき、いずれの場合もワーキングメモリが使われています。普段料理をしている人はいつもとは少し違う手順で行うと、ワーキングメモリがより活性化することが分かっているそうなんです。あ、そう、うん、うん、どう、料理、うん、あ、意外なところですね。そうそう、土門さんもよく自炊してると思うので、はい、だからちょっと違う手順でしてみるとかいうのをすると、このワーキングメモリがより活性化する。普段と同じ手順じゃダメなんですか。多分それはもう慣れになっちゃってるから、慣れちゃった作業みたいなんじゃない。例えば女、うん、肉じゃがを作るにしても同じ通りにやって、あまりにもたくさん使って作ってさ、うん、同じ通りにするともうそれは作業みたいじゃない。あの、ただですね、僕の作る肉じゃがはとってもうまい肉じゃがで手順を変えるとですねあなたもちょっと食べたことあるでしょ、はい、僕の肉じゃがは冷えてもうまいって、手順変えるとですね、ちょっと味変わってきちゃうんですよ。ちょっとそこは譲れないんですけど大丈夫じゃあ、それ別のメニューの時とか、あ、そうか、それとか、はい、新しいメニューに挑戦するとかそういうことよ。あ、違う、新しいメニュー、そう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 、あ、それいいかもね。そうそうそう、うん、なるほど。だからレンチン、あの冷凍食品とかそういうカップ麺生活してる人はもう完全に何も考えないじゃない、うん、お湯入れだけ、レンチン何分だけっていう、うん、そういうのはワーキングメモリも使いもしないから、うん、悪化するよねってことで、うん、確かに料理はいろんなことをいろんな先々を考えてやるもんね。そうですね、例えばもう鍋が沸騰したら次は例えば塩と胡椒を準備して、例えば冷蔵庫から何を取り出すみたいな、なるほど、いろいろ使えますからね。なるほど、新しい作ったものないものをなんかちょっと作ってみると、うん、そうするとそのワーキングメモリー、まあ、短期の、うん、記憶ですね、活性化する、活性化すると、それ活性化するので長期的に記憶が、まあ、だから能力がアップするってことだから、うん、今後にいいよっていう、だからその忘れない、そうそうそう、忘れなくなるっていうことですね。そうそうそう、長期の記憶が そこに関係するわけですね、うん、うん、あとね、面白かったな、イメージをしてから行動する、はい、これは結構そうですね、イメージを働かせて記憶することでワーキングメモリにうまく働きかけることができて、うん、物忘れをしにくくなると言われています。例えばハサミを取りに行く
という行動を取るときに、その前にハサミを取って髪を切るところをイメージします。これを毎日繰り返すことで少しずつ効果が現れるんだって。マジか、意味わかる？ハサミを取ろうって思うじゃん、その時にハサミを取る前にハサミを取って髪を切るところまでイメージするんだよ、要はハサミを切って何かをするところまでイメージして、から行動する、だって。行動する時にその先をイメージすると、そう見ろってこと。あー、なるほど。これもわかんない、多分脳にもつながるけど、あの前にあの脚本家のレンさん、はい、知ってますね、私として、はい、脚本家のね、レンさんという方がいらっしゃるので、ね、はい、お世話になっている、はい、あのレンさんのレッスンに行った際に、はい、レンさんが必ず生徒さんの劇団の方に言ってるのが、セリフをね、読むじゃない、その時に言う前に、まあ、セリフでも普段の会話でも必ず言う前にイメージをしてから自分の言葉を発しなさい、っていうのを今ちょっと思い出しちゃった。なるほど、それつながる部分があると思うんだよね。なるほど、ちょっとわかるような気がする。そうそう、イメージをすることによって具体的になる、でより脳がそれで働くじゃない、イメージ、はい、想像するということで、はい、でその分気持ちもこもるしね、言葉には、だからまあこれはまあ言葉バージョンだけど一緒だよね。ハサミを取ると思う前にハサミを取って何をするんだ、あそこには何があるってイメージすることで、脳が多分ハサミを取るっていうだけよりもいろんなことを想像して、活性化するんじゃないかな。なるほど、わかりました。じゃあ例えば普段の生活でどういう、例えばどういう、他にどういう、じゃあドボンさんがお家に帰ってきて、さあ仕事をしようって言ってパソコンをつけるじゃない。はい、つけます、ね、つけるときにパソコンをつけることだけ考えるんじゃなくて、つけた後に今日の仕事、まあ、ノルマとして、譜面の何々を書く、何々に連絡するみたいなとこまでイメージするってことじゃない、っていうことでしょうね、ただね、僕毎日それやってるんですよね。じゃあもっと先、じゃあそこまでもう毎日できてるってことは、もっと先までできるんじゃない、もっと先まで、もっと先まで相手の返事まで想像してみるとかあ、そこまで、そう、だってもうすでにやってるんだったらさ、もうそれでその先をやればいいんだよ。結構ね、僕効率化ということに関しては割としっかりしておりました、あ、いいじゃない。じゃあきっと普通の人にはそんなに物忘れしてないよ。本当？それかただ単に人系が苦手なだけじゃない？人系苦手です。そうそう、人系、人系とあと数字系苦手です。数字には強いんですけど、覚えることは無理です。まあ、結構覚えられないです数字は。メモすればいいんじゃない、数字は。だから僕メモすごく上手なんですよ。あ、じゃあいいじゃないですか。人系か、人系は私も苦手だしね。よくあの、あ、わかった、あ、何わかった。その話で言うと、ミスターマリックさんも言ってましたね、何か物を記憶するときにイメージすると、例えば、そうですね、人と会いまして名字を伺いました、高井さんっていう方だった、そしたら、ああ高井さんですかっていう、その名前の響きだけじゃなくて、高井さん高い山、この人の顔は高い山、この人の顔にすごく富士山が見えるぞみたいな、あ、そういうイメージと一緒に聞きますね、それね、そう、そういうことでしょうな、そういうことだね。あ、イメージって大事なんですね。よくあの社会人の名刺術でさ、名刺をいただいた時に、空いてる部分にさ、その人の特徴を書いて、覚える人とかいるじゃない、覚えるのがすごくこ、あの上手な人はそういうことやる、それも一つですよね。なるほど、イメージをすると、イメージをする、なるほど。皆さんお分かりいただけたでしょうか。お分かりいただけたと思いますね、はい、私もなかなかね、私の悩みでしたけど、なかなか、まあこうは言われても人と会った時にね、なかなかイメージしないよね。忘れますね、忘れちゃうね、忘れますねよっぽどあのインパクトのあるなんかじゃないとね、そうですね。頑張ってちょっとずつ試してみましょうかね。わかりました、頑張ってみようと思います、はい、私も頑張って、記憶力悪いんでね、頑張ってみたいと思います。そうですね、あなたも悪いですね、うるさいですよよろしくお願いしますよろしくお願いしますよ、はい、はい、そんなわけで本日の悩み相談室はドボンさんからいただきました。切実に皆様からのお悩みをいただいて、あの募集しております。募集しております。お悩みがなかなか来ないのでね、どんな些細なことでもヒロミとドボンがお答えしますので、よろしくお願いします。本日のお悩みは、物忘れがだんだんひどくなるお答えいたしました。勝手勝手勝手というわけで次の曲です、ヒロミの曲で透明な風船。いつもと同じ
続く道、水たまりにも気がつかずに、心ここにあらず、ぐる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 止まらない、はい、ひろみのまるっとが始まるお別れのお時間がやってきました。ライブのお知らせです。11月18日金曜日、北参道グレープスにて、ひろみと斉藤純子でのユニットで出演いたします。この日は朗読と音楽のスリーマンイベント、ピアノと琴の葉ということで、芸術の秋にふさわしいイベントとなっておりますので、ぜひお越しください。そしてもう一つ、11月の23日水曜日祝日のお昼、北参道のストロボカフェにて行われます。この日は大好きで尊敬しますシンガーソングライター入日茜さんの企画イベントとなっております。さて、ひろみのまるっとガジュマル、次回放送は来月の第2月曜日12月の12日です。1212、夜8時からまたお会いしましょう。たくさんのお便りも募集中でございます。メールアドレスは761@fmkoza.jp、 またはひろみ音だより @gmail.com までお待ちしております。今日の放送は FM コザの YouTube 公式チャンネルでもいつでも聞けますので、もう一度復習したい方はぜひ何度でもお聞きください。台湾いとこ一度はおいで、また12月の12日夜8時にお会いいたしましょう。ひろみでした。バイバーイ。ひろみの